こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、おばちゃんの飲食店を酷評レビューした動画で炎上の YouTuber グループ、電話で謝罪し再炎上。先日取り上げた夕闇にいざないし漆黒のエンジェルの炎上動画の件あったやん。おばちゃんの店をさ、小バカにして酷評した YouTuber グループちゃけども、どうもね、炎上を受けおばちゃんに謝罪したみたい。でもね、謝罪したことで再炎上してるっちゃが。ではまずは YouTuber グループの謝罪ツイートから見てみて。夕闇にいざないし漆黒のエンジェル、昨年に上げた動画ですが非公開にさせていただきました。不快に思われた方申し訳ありませんでした。先ほど店舗様に直接電話してこの度の件を謝罪させていただき、店主の方には謝罪を受け入れていただきました。なお本件に関しての店舗様への連絡はご迷惑になりますので、ご遠慮いただけますようお願いいたします。夕闇にいざないし漆黒のエンジェル、これなんで炎上してるかわかるやろ。そう、店舗様に直接電話してこの度の件を謝罪させていただき、電話で謝罪。普通さ、めっちゃ炎上してさ、店舗を侮辱したんやけん、直接出向いて謝罪すべきなんじゃないの。例えばさ、企業間でトラブルが発生したとするやん。だから迷惑をかけた企業にどうやって謝る？電話で謝る？失礼に当たるよね。やっぱり相手に迷惑をかけたんやけん、出向いて頭を下げる。これが基本と思うけどな、ミルキーブルーは。まあもちろんネットではね、このように炎上してると。悪いと思ってなさそう。少ししたらまたやるんだろうね。電話で済ました？ん？まあとりあえずウームに電話だな。ファンやけどさすがにないわ。電話で済ますとか正気を疑う。直接電話？直接電話なんや。直接言って謝罪じゃないんや。自分迷惑行為をした高校生と一緒やん。好きだったけど無理になったわ。見てて不快になりました。さよならオワコンの人たち。まあこんな感じで再炎上してるっちゃけど、当たり前よね。電話で謝罪なんやもん。誠意が感じられないってことは、本当に悪いと思ってないんじゃないかと、周りから疑われても仕方ないと思いまんもす。まあ全ては自分たちの自業自得やけんね。もっともっとこの再炎上して反省すればいいと思うが。まあチャンネル登録者60万人の YouTuber グループやけんね、影響力は絶大なものがある。だからこそね、傷つけたおばちゃんに電話で謝罪するのではなく、直接言って謝罪せんと誠意が伝わらんと思うよ。っていうか、直接お店に出向いて謝罪するのが社会の当たり前だとミルキブルーは思うけどね。っていうかウーム、そういう当たり前のことくらいちゃんと教えてやらんかい。相手は未熟な子供なんや。子供じゃない、大人か。まあとにかくね、社会人として当たり前の常識、モラル、そんくらい持ってほしいものやわね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。